はい、渡辺橋です。今回チームデスマッチでマップはサントマリードモンで途中参加です。このマップも全然やってないんでね、久しぶりっすわこれ。やってみようか。今回この渡辺優のこの師団解放のクラスでね、頑張ってみたいと思います。これ実はね、さっきこの試合が開始される前にこのロビー抜けたんですよ。というのはね、この2527とこの1001っていう人、2人パーティーなんですよ。もういいか。おお、いるね。お、ヘッドショット入ったな。仲いいな、これ2階にいるな、これ。いるよいるよ。なんか終わったな、ヘッドショット終わったね、最初の1キル目で。これ上にいるのよ、これ。抹殺じゃおめえら。あ、ここにいるな。よしよしよし、これね、ここですわ。これやった。これ人気あるのよ、ここ、この建物。負けてるな、このパーティー。あんま強くないね、この2人。向こうにいるね。お、決まった。ここいないか。やりづらい、このマップね。こうなのよ、こういうマップなのよ。イモルが勝ちみたいなところがあるんですよ。負けてるな、大差で。面白いんだけどね、ちょっとでもあんまりやらないですね。これ右に今行ったでしょ、これ。いるぞ、これ。ちょっと負けてるね。あ、だいぶ負けてるじゃない、これ。これ上にいるよ、これ。いない。あれ、建物怪しいな、この建物。よしよしよし、ヘッドショットまた入った。同じところにいるな、しかし。5キル。お、チームデスマッチキル機が壊ったな。よしよしよし、ヘッドショットバンバン入ってるわ、これ。よし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 、カクテル近づいたと同時に火炎瓶でちょっとやっていきますよ、これ。燃えた。よっしゃ、オッケーですわ。だんだん追いついてきてるでしょ。でチームデスマッチってわからないんですよ、これ。このマップ難しいのよ、結構難易度高めなんで。ここもこうやって角待ちしといて。面白いな、このマップ久しぶりなんだけど。お前、2527だったかな。10キル9です。悪くはないんじゃないの。
今回手段解放があるからね、わからないんですわこれ。あ、味方ありがとう、助かりますね。偵察機回してくれたらね、だいぶ助かるんですわこれ。ここ強いんじゃないの、ここ勝ってるね。いっぱいはこれ建物にずっと持ってるよこれ。よしよし、こう建物で持ったら強いのよこのマップは。面白い、チャレンジも進んでるからね。お、逆転してますねこれ。だからチームデスマッチ面白いのよ。投げといて敵が近づいたらいるでしょ、近づいてくると思うんだよこれ多分ね。あー、 ADS でやればよかったな。こう分からんよこれ。ちょっと隠れとこ。あ、ヒットマークあったでしょ、いるよこれ近くに。入るな、おお強いな、ありがとうね。あー分からんねこの試合ね、どこどこの試合ですねこれ。シーソーゲームスはこれ、ちょっともう突るわ俺は。突るなんてなんか面白くないっしょ、ずっと持ってても。よしよし、危ない。で逃げた方がいい、あの違うところに。偵察機も出てるからな。入るね、ずっと持ってるよこいつら。ああ面白いね、でもね結構難しいのよこのマップは。負けるわけにはいかない。火炎放射器、あば強いね、勝ったんじゃないのこれ。おお、甘っきかい。オールじゃねえか、二人で盛り上がってこの野郎。これパーティーじゃねえかな、これ多分今の。はい、今回の成績は14キル10です、プラス4、スコア1100でした。惜しかったね。途中参加だったからね、それでも14キルぐらいやってるからな。おお、俺だ、サプレ、あのあれだね、レジスタンスサプレドロップ獲得ですよこれ。わかった、ランク9、5級特技兵2に昇格ですね。粘着手榴弾、粘着ナンバー74、粘着手榴弾ランク1の投稿。はい、プレミアさんありがとうございました。これね、あいな抜けてるね、はい、あ終わってるこれね。ヘッドショットを10回足す、10回獲得。ヘッドハンターね。司令官僚で300余りクレジット獲得です。お、余りクレジットも21,050溜まってますよ、これ。これ、ポップハントまだやってないんでね、1回も。チャレンジ、当然進んでないんでね。解放手段、マスター解放手段にいる間に、敵を200キル、114キルやってるんでね。あと86キルやれば、レジスタンスサプライドロップ獲得っすね、これ。結構早いよ、200キロだったら。あ、こうあったね。チームデスマッチキル契約ね。チームデスマッチで5ヘッドショットキル。司令官僚でレジスタンスサプライドロップ獲得です。これは9ヘッドショットキルね。お、進んでるね。あと3キルだ、これ。今回の試合で結構進んだね。最初の1キル目でもヘッドショット出してたんでね。あと3、ヘッドショット3回でね。25分以内にね。3000XP 獲得なんで。あ、終わりましたね、これね。レジスタンス、ようやく終わった。賄賂契約。マルチプレイマッチを25回完了。契約完了で、レジスタンス賄賂を獲得です。で、これ、マルチプレイマッチを50回完了。ちょうど半分の、50回のちょうど半分の25回完了してるんでね。で、あと25回で、報酬 ORS を、サブマシンガンの新武器なんでね、これね。欲しいんでね、とっても。
で今サプライドロップが46個にレアドロップが93個で、ゾンビサプライドロップ1個に、これねレジスタンスサプライドロップ10個に、今回マルチプレイマッチ25回完了での報酬でレジスタンスワイロ1個っていうことでね、引き続きやっていきますよ。これ解放ずっと使ってるんでね、あとも全部最大プレステージに到達してるんで、これ手段解放だけなんでね、レベル上げやってるんですね。これね、今回これ、S、あのプレステージ7でとあの AK&6 したこのマシンピストルは全然使わなかったんだけどね、これ迷彩チャレンジもやって、まずレティクルをねちょっとこういう感じで進んでます。これで迷彩の方どうなってるんだろう。これお進んでるな。お80回、結構進んでるよこれ。あとヘッドショット20回でこの迷彩解除できるんだけど、ここまでは長いね。はい、またこのクラス引き続き使っていくんでね、今回ね手段解放、基礎トレーニングプライム、バトルウォッチ、メタリッシュ、マーク2シルダンでサントマリデュモンのチームデスマッチをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。